今回の大雨で線状降水帯は発生しませんでしたが、気象庁は今朝、高知県に線状降水帯が発生する可能性があると発表し、警戒を呼びかけました。線状降水帯とは、次々と発生した雨雲が線状に並んで停滞する降水帯で、大きな災害につながるような大雨を降らせます。気象庁は今朝5時8分、高知県では今日日中、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。線状降水帯の発生予測は、これまで四国や東海など全国11の地方ごとに出されていました。都道府県ごとに予測する新たな運用を当初今日から開始する予定でしたが、今回の大雨に合わせて前倒しすることに。鹿児島と宮崎には昨日、高知と徳島などには今日発表されました。線状降水帯は発生しませんでしたが、気象庁は今後さらに予測の精度を高め、対象エリアを市町村単位まで狭めたり、発生予測を発表するタイミングを早めたりする方針です。